足がつった時の緊急ストレッチの方法をお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。本日はですね、足がつった時の緊急ストレッチの方法をお伝えします。まずですね、この動画をご覧になっていただいているあなたはおそらくリアルタイムで足がつっている状態かと思います。なので理屈は置いておいて、まずはですね、とにかく足がつった状態を解消するストレッチの方法をお伝えしたいと思います。はい、まずはですね、足がつってしまっている状態というのはふくらはぎの筋肉が異常にぎゅーっと緊張してしまっている状態なんですね。なのでつま先がぐーっと下にですね、強制的に下がってしまっている状態かと思います。なので膝を曲げていただいた状態で右足がつってしまった場合は、右手をですね、親指側から入れていただいて足をぐっとつかみます。足をつかんでいただいて、まずはつま先をぐーっと上げます。でつま先を最大限まで上げていただいた状態で、ゆっくりですね、膝を伸ばしていきます。でここでですね、少しずつふくらはぎが伸びてくる感じがあるかと思います。でちょっと伸びてるなーっていうことを感じましたら、このままキープしていきます。はい、ふくらはぎをですね、伸ばしていくことによって、だん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 つっている状態が解消されるはずです。で柔軟性というのは人それぞれになりますから、膝が完全に伸びる方は伸びていただいて結構ですけども、無理はしないでください。ちょっと伸びてるなっていう形で十分になりますので、このまましばらくですね、30秒から1分ですね、ぐーっと伸ばしていきます。だん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 慣れてきたら、膝をゆっくり伸ばしていくようにしてください。そうすることによって足の裏からふくらはぎの筋肉がですね、じんわり伸びてきます。異常に緊張している状態を伸ばすことによってですね、まずはつった状態をですね、その場で解消することができるはずです。はい、まずはですね、お伝えしたストレッチでつった状態をですね、その場で解消することができたかと思います。ただですね、このまま眠ってしまうと、またですね、寝返りを打った時とかに足がつってしまう可能性が高いんですね。なのでこれからお伝えするストレッチもですね、合わせて行っていただくことによって足がつった状態を根本的に取ることができますので、このストレッチもですね、ぜひ行ってみてください。でここからですね、道具を使っていきたいと思います。まあ、何かというと普通のタオルですね。はい、タオルを使っていきます。でタオルをですね、足のこの指の付け根ですね、付け根にグッとかけていきます。で膝を曲げた状態でかけていただいて、まずはタオルをぐっと引っ張りながら足首をぐっと最大限まで上げていきます。で最大限まで上げていただいてですね、ゆっくり膝を伸ばしていきます。ゆっくり膝を伸ばすことによって、先ほど行ったストレッチよりもさらにですね、足の裏からふくらはぎがぐーっと伸びていくと思います。はい、でここでですね、もう1段階2段階3段階と行っていきます。そうすることによってさらにですね、根本から深いストレッチができるようになりますので、まずは膝をぐーっと最大限まで伸ばしていただいたら、体を伸ばします。体をぐーっと伸ばしていただくことでさらに伸びていきますよね。でこの状態で体を前に倒していきます。でポイントとして、頭を下げるのではなく、体を伸ばして頭を上げてお腹をちょっと出すようなイメージ。そうするとさらに伸びていくと思います。そしてこの場で最終息ですね、つま先を外にぐーっとねじっていきます。つま先を外にねじりながら体を伸ばしてお腹を出すようにするとさらに伸びていくと思います。ここまで伸ばしていただくことによってですね、根本的にですね、足の緊張を取ることができますので、この状態で30秒ですね、キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、ゆっくり戻します。はい、このタオルを使ったストレッチを行っていただくことによって、さらにですね、足の裏からふくらはぎの緊張、そして太もものですね、裏の緊張も合わせて取ることができますので、こうすることによってですね、しっかり筋肉の緊張を取ることができるかと思います。片
方の足がつってしまったということはですね、もう片方の足もですね緊張してしまっている可能性が高いんですね。なので反対の足の方もですね、同じタオルを使ったストレッチを行うことをお勧めします。はい、同じようにやっていきましょう。足の指の付け根にタオルをかけていただいて、足首をグッと上げます。この状態で足首を上げた状態でゆっくり膝を最大限まで伸ばしていきます。こうすることによって足の裏からふくらはぎがグッと伸びます。でこの状態で体をグッと伸ばしていただいて、伸ばしながらゆっくりお腹を出すように、そしてつま先を外にぐーっとねじりながら、さらに体を伸ばしながら前に倒す。この状態で30秒キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、このストレッチはですね、人それぞれやはり柔軟性がありますので、ご自身でですね、伸びているな、気持ちいいなくらいの強さで十分ですので、ゆっくり呼吸を止めずに30秒続けてみてください。足がつってしまった状態を解消していただいたところで、ここでですね、足がつってしまう原因、そして予防法についてもお伝えしていきたいと思います。はい、まず原因というのは筋肉の疲労、そして硬さ、そして冷えがですね、重なってしまうと足がつってしまいます。なので日中ですね、足を酷使していただいた状態でですね、足が疲れて硬くなって、そしてそれに冷えが加わってしまうと、やはり足がつりやすくなってしまうんですね。なのでそれに対する予防法としてはシンプルです。まずはですね、毎晩お風呂に浸かってください。シャワーで済ませてしまう方がすごく多いです。入浴をですね、最低20分行っていただくことをお勧めします。そしてですね、お風呂に入っていただいた後はストレッチですね、先ほどお伝えさせていただいたタオルを使ったストレッチをですね、30秒ずつで結構ですので、寝られる前にしっかりストレッチを行っていただくことをお勧めします。そして最後にですね、足が冷えてしまうからといって靴下をですね、履いて寝てしまう方って意外と多いんですね。それはですね、 NG になります。靴下を履いてしまうとですね、実は寝てる間にですね、足というのはすごく汗をかくんですね。汗をかいてしまって靴下を履いてしまうと、そのですね、汗の水分で足が冷えてしまって、足がつりやすくなってしまうっていうことが実は起きてしまうんですよ。なので私がおすすめするのはレッグウォーマーですね。はい、レッグウォーマーをしていただくことによって、足首からですね、ふくらはぎをですね、冷やさない、保温することができますので、そうすることによってですね、足先のですね、熱、汗はですね、外に逃げることになりますし、足首からふくらはぎをですね、保温することにつながりますので、ぜひですね、入浴とストレッチ、そしてレッグウォーマーをですね、つけていただいて寝ていただくことをお勧めします。またですね、少し余談にはなるんですけども、栄養学的にはですね、筋肉が硬くなってしまう方というのはマグネシウム、そしてカルシウム不足である方が多いです。なので食事としましては、マグネシウム、カルシウムが豊富に含まれている海藻類だったりとか、ナッツ類、種類をですね、おすすめします。はい、ということでですね、今回は足がつった時の緊急ストレッチの方法、そしてそこからさらに深く伸ばすストレッチの方法、そこから足がつる原因、そして予防法についてお伝えさせていただきました。ぜひ本日ですね、お伝えさせていただいた内容を習慣にしていただいて、あなたの健康な生活にですね、役立てていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。